歴史エッセイストの白駒ひとみです。私は日頃、日本の歴史や文化の素晴らしさをお伝えする講演や執筆を行っています。YouTube では歴史を身近に感じて親しんでいただきたくて、NHK 大河ドラマ、どうする家康を見ながら人生に生かそうという企画を毎週お届けしています。令和5年12月10日放送のどうする家康第47話、乱世の亡霊。次回がいよいよ最終回。この最終盤に来て、もうどうしましょうというぐらい切なくて、その一方で熱いものが込み上げてきて、涙腺崩壊の放送回となりました。そしてこれまでのストーリーがこうやって伏線回収されていくんだと、ワクワクが止まらず、ドラマとしての魅力が一気に爆上がり。どうする家康は、史実として伝わっている内容や通説を大きく逸脱する設定がなされ、スタート時から賛否両論が巻き起こっていましたが、シンプルにドラマとして見たとき、そのストーリー展開は本当に秀逸だと思います。第47話は、家康の号令のもと、ヨーロッパ製の大砲が轟音を轟かせ、大阪城に向かって放たれる場面から始まりました。この時大砲の音が京の都にまで聞こえてきたということが、京で暮らす公家たちの記録にも残されているのですが、どれだけ凄まじい音だったか容易に想像できますよね。この場面で家康の次男で二代将軍の秀忠は、やめろ、こんなの戦ではないと涙ながらに訴えます。大阪冬の陣で大砲が使われたこと、その音が凄まじかったということは史実ですが、実際に秀忠と家康の間でこのようなやり取りがなされていたかは分かりません。でも視聴者は、長篠の設楽原の合戦での家康の長男信康の姿をそこに重ねるんですよね。あの時織田軍の鉄砲隊の攻撃に次々に倒れていく武田の騎馬隊を見て、信康は放心状態となり、これが戦ですかと問うた。それに対し若き日の家康は涙を流すことしかできませんでした。その光景は家康の人生観をも変えてしまうほどショッキングだったのでしょう。その家康が年齢を重ね、今また息子の秀忠に問われたのです。こんなの戦ではないと。でも今の家康はあの頃とは違うのです。彼は息子に非常にも答えます。これが戦じゃ。この世で最も愚かで醜い人の所業じゃ。ここには乱世を生き抜いた者が厳しい現実と向き合う姿が描かれていると同時に、乱世を必ず自分の手で終わらせるのだという覚悟がにじみ出ていたように感じます。そのために家康は乱世の生んだ怪物たちを一人残らず道連れにする、その決意が伝わってきました。そしてこれが戦じゃ、この世で最も愚かで醜い人の所業じゃという言葉は、家康の時代から400年以上経った今も、地球上のどこかで戦争が起こっている、その愚かで醜い人類に宛てた一つのメッセージでもあるんですよね。どうして人類は愚かで醜い世界から脱却することができないのでしょう。私はこの10年、禅を学んできましたが、もっともっと多くの人と禅の学びを分かち合うことで、慈愛の国、愛の世界に少しでも近づくことができるのではないか、そういう発信をこれから意識していこうと決意を新たにしました。ドラマに話を戻しますが、振り返ってみると、どうする家康はこれまで乱世の生んだ怪物たちの列伝のようなドラマだったなと思います。今川義元、氏真の親子、信長、信玄、秀吉、私はこの列伝の最後を飾るのがちゃちゃと思っていましたが、ドラマの終盤が近づくにつれ、いつしかそれは見果てぬ乱世の夢を抱えて大阪城に集った浪人たちではないかという思いに変わり、今回また最後の怪物というより、乱世が終わろうとしている今、亡霊と呼ぶべき存在が秀頼であったかと、目を見張る思いでドラマの世界に入り込みました。私はかねがね秀頼の才能や人物としての気高さを感じ、ただものではないと思っていましたが、脚本家の小沢さんの描き方は私の思いのはるか上を行っていて、
秀頼のスケールの大きさが半端ないですね。実は歴史の中の秀頼がどのような人物で何を考えていたのかがわかる資料ってほとんどないのですが、ここまで振り切った描き方はむしろ清々しく純粋にドラマとして味わうのが正解かなと思います。さてさて、私のチャンネルではドラマとして楽しみ味わいつつ史実にも迫っていきたいと思うのですが、大阪冬の陣の和睦について、従来は大阪城の外堀だけを埋めることが条件であったのを、徳川方がどさくさに紛れて内堀まで埋めてしまったというのが通説でしたが、近年の研究では初めから堀は全て埋められることが決まっていたという説が有力視されているようです。もしこれが史実だとすれば、なぜ豊臣方はそんな和睦の条件を飲んだのか不思議に思えますが、きっとこれは家康の寿命を考えてのことだったのだろうなと私は捉えています。家康が亡くなり秀忠の代になれば、つまりそこまで時間稼ぎができれば天下を取り戻すことが可能という計算が豊臣家にあったのではないでしょうか。だから和睦の条件として内堀は豊臣方が埋めることとし、のらりくらりと時間稼ぎしようとした、そこを徳川に見透かされ、あっという間に内堀の埋め立てまで徳川にされてしまったというのが真相なのかもしれません。いずれにしても難攻不落と謳われた大阪城は裸城同然となり、籠城が不可能となったことで、乱世の亡霊たちが最後の野戦に挑んでいったのが大阪夏の陣です。再びの開戦に至るまでの過程がどうする家康ではドラマティックに描かれていましたね。秀頼の妻千姫と母の郷との対面に涙を流した人も多かったのではないでしょうか。絵を描くのが好きな孫娘のためにと家康から預かったペン数を送った郷に、千は、豊臣の妻にございます、大御所様にお返しくださいませ、お達者でと豊臣の妻としての覚悟を示し、母と決別した千姫。千姫は7歳でいとこの秀頼のもとに腰入れし、夫婦仲がむつまじかったそうです。そしてドラマのチャチャは強烈な印象で、世の嫁姑のようにチャチャと千姫は対立していたように思っている方も少なくないのでしょうが、実際のチャチャは妹思いで、妹の子である千姫のことも心から慈しんでいたのではないかと私は想像しています。実は郷は秀忠に嫁ぐ前に別の男性と結婚し、子供も授かっていました。チャチャは郷の娘を養女にし、公家の名門九条家に嫁がせていますが、チャチャが彼女のために準備した花嫁行列や御殿は、その豪華さにおいて、また心尽くしという観点からも特筆すべきものであったようです。そんなチャチャが千姫を心から慈しんだであろうことは想像に難くありませんし、大阪冬の陣で千姫をかばって大怪我をしたというのはドラマの設定ではありますが、あのぐらいの深い愛を姪っ子に感じていたことはありえたのだろうと思います。どうする家康では、これまでチャチャの前で萎縮していた千姫が、あの日を境にチャチャを母として慕うようになった。その流れの中で実の母郷との決別となったわけですね。ペン数という言葉を聞いただけで、肉親が敵味方に分かれ戦わなければいけなかった時代の人々の慟哭が胸に迫ってくるようで、切なさマックスでしたよね。でもね、皆さん安心してくださいね。安心してというのもおかしいですが、あの切ないシーンはあくまでドラマの中の話ですから。あのタイミングで郷が大阪城を訪れたという事実はおそらくないはずです。でも万が一あのタイミングで母と娘が会話を交わしたとすれば、あんな風になっていたのかなと想像される素晴らしいストーリーだったと思います。さあ、そして迎えた第47話のラスト、ドラマの中のチャチャから憎しみやわだかまりが消え、そこから秀頼を解放しようとします。ところが秀頼が自分の心と向き合い続けて選んだ答えは、
徹底抗戦でした。信じる者を決して裏切らず、我が身を顧みずに人を助け世に尽くす、それが誠の天下人である、という秀頼の言葉。これは12歳の時の茶々の言葉でもあるわけですが、ものすごいストーリーですよね。ドラマの中の茶々は、母お市の方が家康を慕う気持ちを理解し、その母の慕う相手に自分の理想を重ねていた。その理想が破られた時、相手を憎み、さらに我が子を理想通りの男に育て上げていった。この茶々の気持ち、理解できる女性もいらっしゃるのではないでしょうか。私は女の子と男の子、両方の子育てに携わって気づいたことがあります。それは女の子ほど本質は潔く、男の子ほどめめしいということ。きっと昔の人はそれを分かっていたからこそ、男の子は男らしく王しく、女の子は女らしくしとやかにと言い続けることで、バランスをとっていたのではないかと思うんです。あなたらしくって育てたら、きっと男の子はめめしく、女の子は王しく育ってしまいます。でね、潔い女性ほど世の中にはなんとめめしい男が多いのかと呆然とするんですよね。そんな男性を温かく包み込み、互いに補い合い、それぞれの良さを生かし合って生きていこうと思えたらいいのですが、ドラマの中の茶々は家康の優柔不断で大切な母を失ってしまったわけですから、互いに補い合い、それぞれの良さを生かし合って、なんて無理ですよね。ひたすら相手を憎む。でも、自分の描いた理想は捨てきれない。こんな男性がいたら最高と思える自分の理想像を息子の中で育てていこうとした。これって、潔すぎる女性には結構あり得るんじゃないかなと思うんですよね。でも普通は、子育ての中で現実を突きつけられるから、息子に託した夢も破れ、自分がますます潔くなっていくというパターンが多いような気がします。でも茶々は育て上げたんですね、秀頼を。どれだけの愛情とエネルギーをかけてきたんだろう。そして秀頼もどれだけの深い愛情とエネルギーで母の愛に応えてきたんだろうと、そのことを想像すると涙が止まりませんでした。これだけの深い絆で結ばれた親子であれば、もう選ぶべき結末はこれしかない。それがわかるからこそ、切なさが一層深まります。夫婦や親子が愛を貫くのに命を懸けなければいけなかった時代があったということですよね。今は幸いにも命まで取られることなんてありえないわけですから、このタイミングで生を受けたことに感謝し、本当に大切な存在を大切にしていきたいですね。そして茶々の悲しみは彼女の人生のベースに恐れがあったことだと私は捉えています。なぜ秀頼を大阪城に閉じ込め外に出そうとしなかったのか。秀頼を大阪城から出したくない茶々にとっては、国替えなんて絶対に受け入れられるものではなかったんですよね。幼少期に二度の落城を経験し、その度に大切な存在を失った彼女が、後半生に手に入れたのが難攻不落の大阪城だった。この城に頼りたくなる気持ちはわかりますが、恐れから始まった行為は決していい結果を招かないのです。結局、彼女の恐れが浪人たちを引き寄せ、豊臣家滅亡のシナリオを描かせたのだと思います。愛から始まる未来を私たちが紡いでいくことが、チャチャへの最高の花向けになる。私はそう信じています。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。歴史エッセイストの白駒ひとみでした。さあ、次回はいよいよ最終回。大阪の陣に散った武将たちの物語も伝えしたいし、千姫のその後も気になりますよね。まずは最終回を見届け、その後は番外編も組んでいきたいと思っています。それでは、また来週。お会いしましょう。